皆さんこんにちは、あさこです。今日は最初にお知らせがあります。私の人生初となるクラウドファンディングのチャレンジがあと数日でスタートします。日付は10月20日金曜日朝10時です。皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。はい、というわけでね、クラウドファンディングはもうすぐスタートするんですけど、もう1週間ぐらい前から私そわそわドキドキしてて、もう緊張してます。本当に正直ね、不安なんですけど、はい。でもまあこのクラウドファンディングは私最初はね、全くやる気もなくて考えもしてなかったんですけど、ある方からね、クラウドファンディングチャレンジしたらってお声掛けいただいて、それでチャレンジすることになりました。で、クラウドファンディング全く考えてなかったっていう理由は、私のクラウドファンディングをやるっていう人のイメージなんですけど、もうインフルエンサーだったり、もうもともとお客さんがいる方だったり、あとは芸能人とかですね。あとコロナの時期に一時期流行ってたのが、まあ復興支援とかそういう感じですかね。そういうイメージだったので、なんで私がっていうのが最初の一言だったんですけど、私なんてまだ会社をやったばかりだし、まあお客さんもねそんな多いわけでもないですし、もちろんインフルエンサーでもないしって、まあできない理由をねいくつか考えてたんですけど、あ、でもそんなあなただから今やるべきだよっていう風にね、強いね背を押す言葉をかけていただいたので、はい、この度チャレンジすることになりました。最初にそのクラウドファンディングの説明会みたいなのを受けたんですけど、でもその時はまだまだねできるかなっていう感じの気持ちでいっぱいでした。で、その説明会に来てる方で、もうすでにクラウドファンディングをねチャレンジして成功された方とかが何名かいらっしゃって、そこでお話を聞いてる時に、もともとね別に知名度があったわけでもないし、そんなに SNS 頑張ってたわけじゃないけど、そのクラウドファンディング頑張って成功させましたって方とかの声があって、でもちろんその方たちもね、メンタルもすごい不安だったりとか、もう成功するって自分が思えなかったりとか、そのすごくね自分が勇気を出してチャレンジしたっていう話をしてたんですね。なんで、あ、もしかしたら私もできるかもってその説明会を聞いた時に思いました。で、その成功した方たちもメンタル維持するのにすごく大変でしたっていう方もいたんですけど、でもそうやってみんな乗り越えて頑張って成功したんだなっていうのが理解できて、あ、それだったら私ももしかしたらチャレンジできるかもというふうに思いました。で、今回クラウドファンディングチャレンジするんですけど、でももともと私もね夢はあるんですけど、まあ、時間はないしお金はないし、まあ、人脈もないしみたいな感じでね、もちろんノウハウとかもないんですよね。なんで全然何もないっていうので、まあ本当に思いだけあったって感じなんですけど、まあ最初に私の場合は会社設立したいって思ってから多分15年ぐらい経ってですかね、まあ、やっと15年経って叶ったっていうこともあるんですけど、私はあの夢を叶えるときに必ずね紙に書き出したりとか、自分の中でねその整理するっていうことをすごく昔からやってました。で、そういうことを続けていくと、やっぱり自分の中でどん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 その思いが育っていくといいますか、何をね自分がじゃあその夢を叶えるためにやった方がいいかっていうこととかもすごくよく分かって、まあ、それで夢が叶ったのかなっていうふうにも思います。あとはその思った夢を口に出して人に伝えるっていうことも大事なんだなっていうことも途中で気がついて、多くの人に言うようになりました。なので、まあ、私の経験から来ている本なので、皆さんの夢がねどうか一人でも多くの方が素敵な夢を叶えて人生をもっとハッピーにしていけるように、あの本を書いたので、一人でも多くの方が本を手にしていただけるように、はい、ぜひ応援お願いしたいと思います。はい、今日は不安との向き合い方について話したいなと思うんですけど、まず私はもう不安っていうのはねなくならないんだっていう風にねまず割り切ることにしました。で、これはもう経験とかね多分積んでいけば多分少なくはなっていくんでしょうけど、でもこれって多分なくならないと思うんですよね。で、人間って不安になったりネガティブになりやすい生き物っていう、まあ諸説もあるんですけど、なんでもうこれはなくならないっていうのはね、私はねもう割り切って、もうそれはしょうがないものだというふうに思って付き合い方を考えました。
で、その不安と付き合うっていうのはもちろん不安ね、私もさっき言った通り、いやお金もないし人脈もないしとかね、なんか本当に並べたらキリがないんですけど、でも片や一方で応援してくれる人もやっぱりいるんですね。もう応援してくれる人が一人もいないっていう人も少ないと思うんですよ。親だったり家族だったり、まあ、友達とかだったりわかんないですけどね。まあ究極のこと言えば自分が一番自分のことを応援してあげればいいと思うんですよ。なんでまあ本当に誰もいないってことはまずない。なんで一人でも期待してくれる人がいたら、まあ、その人のために頑張ろうって私は思うことにしました。やっぱり不安とかそのなんかできない理由っていうのはいくつもあるんですけど、でも一人でもそうやって信じてくれる人がいるんだったら、その人たちのために頑張ればいいし、まあ本当自分のためにね頑張ってあげたらいいかなっていうふうに思うようになりました。だからやっぱりネガティブなことはなくならないんで、それよりもポジティブでなんかできる理由をたくさん増やすとかね、そういうふうにしてあのできる方へフォーカスを向けていけるといいかなというふうに思います。まあとはいってもね、私もまだまだねこれからチャレンジするので、まあねいろんなことを思うんでしょうけど、それも経験で、私はねやっぱチャレンジすることは諦めたくないので、それを私がまずチャレンジして、それがねよかったら皆さんにもねぜひシェアできると思うので、はい、まずとりあえず頑張ります。なのでぜひ応援お願いします。はい、ではまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた、バイバーイ。